はい、というわけでどうも、マートラです。今回はファンパレなんですけども、今日はですね、初心者さん向け動画やっていこうかなと思うんですけども、以前のハーフアニバーサリーでね、やっぱり、このゲーム始めたっていう人が多くて、結構ね、コメントで質問をもらったんですよ。はい。まあ、今日やることもハーフアニバーサリーの時にもらってたコメントなんですけども、今更回収していく。ハーフアニバーサリー中はね、ちょっといろんなことで忙しかったんでできなかったんでね、こういうネタ切れん時にちょっとぶち込んでいこうかなと、思うんですけども、今日はですね、交換所のフレンドポイント交換所についてやっていこうかなと思うんですけども、ここでもらえる階層とうとう、これ何がええねんっていうのをぜひにやっていこうかなと思うんですけども、ここ、まあ、階層5種類もらいまして、まあ、全部 SR なんですよ。最高レアリティは SSR なんで、SR やから言うてしょうもないもんしかないんじゃないのって、思ってる人もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、まず大前提に言っておくと、この世に意味ないことなんてないんですよ。それが一番言えることですわな。うん。あの、価値がない階層なんてこの世に存在しない、意味ないものなんてないから。はい。皆さんが毎日生きている、これは意味のある素晴らしいことですね。はい。右手の人差し指と左手の小指を合わせる、これも意味あることなんですよ。一見意味ないかと思いきや、これ合わせたことによってこの2秒ぐらいを人生から遅らせることによって未来の交通事故を防げる可能性がある。あなたが今2秒間人生遅れたことで、これでもうね、階層こんな感じで、5種類ありまして、スクナの器、そしてもって、不平等な天秤、そしてバチ殺し、最後の呪力ホームランっていうわけで、この5種類があるんですけども、この階層は果たして交換すべきなんかどうかっていうのをやっていこうかなと思うんですけども、ね、矛盾が発生するんですが、ゴミが多いです。あ、意味ないっていうね。はい。この世界は呪術界なんで、呪術界には意味ないこともあるという教訓なんですけども、これは。はい。というわけでやっていくんですけども、まず一番最初に交換すべきもの、これ、バチ殺し。バチ殺しは誰に聞いても強いと言われる階層です。はい。SR の中でもガチャさんに群を抜いて強い。SR でここまで使える階層もまあ珍しい。これと同期連死ぐらいかな、 SR の階層は。ガチャさんとタメ張ってるぐらい、強い階層なんで、これが無課金で手に入る、なかなか優秀なんじゃないかなと思いますね。スキルは、コマンドまたは必殺に反応する味方全体のバフっていうわけで、与えるダメージ 15% アップ2ターン。これね、やっぱりバフ、全体バフ、属性等々何も関係ない味方全体のバフはね、どんな階層でも、強いです。はい。与えるダメージアップ 15% って、まあ、ビビたるもんなんですけども、かけるとかけへんじゃそりゃあね、違いが結構はっきり分かりますんで、最近はわりかし火力でゴリ押す時も、あるんで、こういう与えるダメージアップの全体のやつは、どれやったっけ？あ、このカモ。カモが、SSR として上位互換でいるんですよ。25% アップ。だから、これ持ってる人は先のバチ殺し、まあ、いらんこともないねんけど、まあ、これ使ったらいやんってなんねんけど、まあ、これは今現在課金でしかゲットできへん貴重な階層なんで、これ持ってへんっていう人は、なおさらバチ殺し育成しといた方がいいんじゃないかなと思いますね。はい。ほんで、これ 25% アップなんですよ。バチ殺しは 15% なんで、ガチャさん、最強バフと 10% しか違わんというのもなかなかいいんじゃないかなと思いますね。はい。ほんでこの階層を見ていつも思うのが、あ、なんかカモがメカ丸に弓教えてるんやって、メカ丸弓使えるんやっていうのとか関係なく、ミワちゃんがいるってね、これですわ。はい。これ何、騙し絵みたいな感じ。うん。
あの左右どこに行っても目が合う恐竜の絵みたいな有名やんか。あんな騙し絵のごとくミワちゃんが隠れているって、そういうことです、はい。というわけで、このバチ殺しがおそらく、あそこの好感度最強と、なってるんで、まあ貫突までぜひに育成頑張ってほしいなと思いますわ、はい。あとの4枚あとの4枚はまあ別に交換、うん、あこのスクナの器、このスクナの器があと4枚と比べたら頭出てるかなっていう感じかな。バチ殺しとこのスクナの器ですかね、あの強いんは、はい。僕もレベル70まで育成してるんで普段から使ってるってことが如実なんですけども、これに関してはスキルで味方全体のダメ減、15% ダウン2ターン、これは HP が少ないほど効果量アップっていう状況。あこれなんか今回の林道さんと相性良さそうやな、ネタが増えましたわ。これに関しては味方全体のダメ減を階層で貼れるのはこのスクナの器ともう一枚 SSR 階層だけかな。探したらいそうな感じするんですけども、オートスキルではおんねん。普通のオートスキルでバトル開始時味方全体ダメ減3ターンとかはいるんですけども、普通のスキル、再使用できるスキルで全体ダメ減持ってんのはまあ珍しいので、このスクナの器は育成する価値あるんじゃないかなと思いますね。ほんで、オートスキルも復活なんで、これはねわりかし無限回廊でもお世話になったっていう人、最近の高難度で使えることになってますんで、前まではバチ殺し一強やったんですけども、最近このスクナの器がメキメキ成長して勢力伸ばしてるんで、この2枚は確実に貫突押さえといた方がいいんじゃないかなと、思いますね、はい。まあとの3枚あとの3枚はですね、この不平等な天秤、これもねまあ個人的には好き、ブレイクダメージ量アップ、等々ブレイクダメージ量が稼げる。ほんで、SR 階層にしてはここのステータス補正がバグってるんですよ、うん。これレベル70板取りのこれで15、22、15で合計37、52補正なんですけども、これがねもう22、29、29っていう58、70補正なんですよ。なんか知らんけどこれぶっちぎって補正かかるんですわ。ただ性能がちょっとねいまいちなので、最初あんまりガチャ引けなくていい階層がないっていう人はステータス補正目的で最初の方ぶち込むありやけど、どんどんやっていって高難度で運用できるかって言われたらそうではないですね、うん。まあ、ブレイクダメージラップなんで結構ね面白い性能してるんですよ。ただまあ今現在あんまり使えないので別に育成する必要はないんじゃないかなと思うんですけども、取っておいた損はない、いずれ使える可能性も、ありますんで、さっきのスクナの器みたいに最初ほんまにバチ殺ししか意味ないって言われたんですけども、最近これやばいんでね、だからそんな感じで後ブレイクダメージ量アップがバカみたいに強化される環境も来るかもしれないんで、はい、まあ、ぜひに取っておいてほしいなと思います、はい。お次、このでっかいまんじゅうなんですけども、こいつに関しては、まあ、ダメ減ですね、はい。自分にしか反応しないんですけども、55% のダメ減が一旦貼れるっていう、これなんか初期の頃パンダに、付与させてあいつ 45% ダメ減とか貼れるからこれと合わせて 100% ダメ減みたいな、ムーブが一時ちょっと流行ったんですけども、まあそれもね言うて最初の方だけで、これは一ターンだけしかダメ減かからへんし、最小が9ターン10ターンっていうねバグり散らかしてるんで、これはね別にいらんかなっていう階層ですね、はい。ほんで、一応永続ダメ減持ってるんですよ、自分だけなんですけども、これ永続ダメ減って強いやんっていう、そう思いきや他にもめっちゃあるんで、だから別に代用は効きますんで、
これもね、まあ取っといていいと思うんですけども、使いはせえへん。だから交換するだけしといて、この何育成素材はクワさんっていうムーブが一番いいんじゃないかなと思います。僕なんで65まで上げてんやろ。多分動画のネタにしようかなと思って過去の僕が上げてるんですかね。未だに動画のネタにしていないんですけども、貫突にしたらワンチャンなんか使ってみんなも悪くないんじゃないかなとは思いますね。はい、お次、はい、クソホームランなんですけども、これに関しても、ブレイクダメージラップ 90% アップ、なかなか、バフ積んでくれる。かつ HP 30% 以下なったら1回だけ体術が 60% アップするっていう、そういうちょっととんがりにとんがった、ホームランなんですけども、これに関しても、取るだけでいいんじゃないかなと思います。もう僕が物語ってますわ。はい、リリース日初日からやっている僕が育成していないんで、もうこれはね、僕と同じ道歩んでほしいなと思います。どっかで右折して、育成素材食わすよりかは他に食わした方が絶対にいいんで、まあ、これはね未来強くなるのかな。まあ、さっきの天秤のごとく、ブレイクダメージラップがバカみたいに強化される環境がもし来るとしたらめっちゃ強いと思う。それこそ育成必須ってなると思うんですけども、まあ今の環境やったら全然使えないんで育成する価値ないんじゃないかなと思いますね。はい、まあとりあえずこのバチ殺しと、スクナの器ですかね。はい、この左2枚を、とりあえず貫突持ってって、あとの3枚は、暇があれば交換するっていうのでいいんじゃないかなと思いますね。で、育成素材、これがねかなりうまいんですよ。5400、2000、これ最初の方からしたらこの育成素材のありがたみえげつないんですよね。僕無課金アカウントでやってんねんけど、このフレンドポイントマジで毎日1000ぐらい欲しいっていうぐらい、ここほんま優秀なんですよ。今でもこんだけバカみたいに課金している僕でもここの素材うまいなって感じますから、だからバチ殺しと不平等な天秤は3凸ずつ、あ、不平等ちゃうわ、バチ殺しと器左2枚は貫凸までいかないにしても3凸は絶対にやって、他の3枚は1枚だけ抑えて、あとは全部育成素材っていうのも悪くないと思います。はい、3凸にする理由としては、3凸にしたら、スキルが変化します。はい、1凸で2つ目のスキル解放、3凸で、主体のスキルのレベルが上がる。これは、全階層同じですね。で4凸5凸は意味ないんですよ。意味ないというか、技レベルの上限が上がるだけで、技レベルの上限上がって貫突まで持っていくの、まあかなり重要には補正がかかるんで、はい、まあ補正言うても全然ビビたるもんではあるんですけども、ただね貫突にしといて損はないんでやった方がいいんですけども、最初の方は全然3凸で止めといていいと思う。3凸で止めといて、育成素材に他全部ぶっぱして、まあこれはどれでもいいですわ。はい、キャラ育成したかったらこれ、階層育成したかったらこれ、まあ最初の方はキャラかな、階層育成してもまあいいんですけども、最初の方はキャラ育成の方が重要なんで、これクソぶっぱしといて、で結構やり込んでいって、もうわりかしレベル上がってきたなってなったら、他の階層を回収していくっていうのが一番いいんじゃないかなと思いますね。とりあえずスクナの器とバチ殺し、これは強いっていうのを覚えておいてほしいなと思います。ありゃした。